第二次世界大戦中のアメリカで作成された広告。当時敵国であった日本に対する偏見を広め、労働意欲の向上を狙ったプロパガンダである。偏見とは、十分な根拠がないのに、特定の集団や個人に対して抱く信念であり、その見方をもとにして取られる態度、表明される意見や、暴力などの行為を言う。ステレオタイプともいい。 差別と密接な関係を持つ、一般的に悪い意味として使われる。人間は、ある対象の性質や優位性の有無などを判断するにおいて、対象に関する見かけや所属といった断片的な知識や情報、自らの属する社会、宗教、文化などが有する価値観、あるいは個人の経験則を判断基準として用いる場合がある。これらを、 実際の性質や実態を無視し、主観的、恣意的に選択された比較的単純な判断基準として用いることで生み出される、事実上の根拠がない思考が偏見である。また、偏っていない中立的、客観的な見方の対義語という意味ではなく、実際において、主観的か、意図的か、対象の実態に沿っているか否かに関わらず、 単に多様な視点に欠ける、一方的、単純なものの見方に立脚した、思想、態度に対して用いられることもある。新しい証拠に基づき自分の誤った判断を修正することができるなら、偏見ではなく、余談に分類される。修正できないのであれば偏見である。ある偏見が矛盾をつかれる証拠があっても、進んで拒み、感情的になるのが特徴である。なお 偏見の言い換えとして、バイアスという外来語が用いられる場合がある。ラテン語のプレジュディシャムは、経験に基づく判断を意味だったが、英語化されたプレジュディスは未熟な、軽率な判断という意味の現在の偏見という言葉にあたる。また、色眼鏡で見る。フィルターを通して見るという言い回しも使われる。非謗解非差別暴力虐殺、民族根絶精神障害者の障害者、 手帳、精神障害者保健福祉手帳の表紙には、障害者手帳と書かれ、一見して、何の障害の種類がわからないようになっている。2006年10月1日新成分からは、証明写真を重複されることになったが、それ以前は重複されることはなかった。当初は重複する予定であったが、紛失や手帳提示をしたことにより、 差別等の不利益を得る可能性が大きいと、一部精神、障害者団体が反対したためである。今でも、都道府県や、政令指定都市によっては、本人都合により、調布なしにすることが認められることがある。精神障害者家族会は、自主的に結成したものではなく、病院スタッフや市町村や、保健所の職員の力で結成している。さらに、 家族会の連合化も困難を極めた。精神病に対する偏見があまりに強いため、家族は表面に出たがらなかったためである。AB 第2版、世界大百科事典内言及、最新心理学辞典、日本大百科全書、聖戦版日本国語大辞典、ブリタニカ国際大百科事典、小項目辞典、デジタル大辞典、世界大百科事典。偏見とは、 ことバンク2021年8月21日閲覧。精神障害者保健福祉手帳の公算省精神障害者家族会の組織と活動、滝沢武久2010年3月31日閲覧。 心の病と家族の心滝沢武久中央放棄。出版 ISBN 9兆7848億581万166599から203ページ。ありがとうございます。